さあ、それで本日最後の試練になるかもしれないこちらなんですけどね、くるり城。この道くるり城につながってるはずなんですが、くるり城のどこに出るのか全く分かりません。野生人さん、もう僕は嫌なんだけど、野生児さんがやる気満々なんで行きましょう参ったなちょっと一番怖いおじさんかもしれないですね。いきなりのスタートとなりましたが、もともと別の動画の一部にする予定で撮影したものを急遽予定変更して独立させたのでこうなってしまいました。ということでちょっと状況の説明をしておきましょう。くるり城は室町時代15世紀の中頃に築城されました。以来上総、武田氏、里見氏などの支配を経て、江戸時代にはくるり藩の藩庁が設置されました。明治に入り廃城となりましたが、戦後公園として整備され、1979年には鉄筋コンクリート造りの模擬天守も建設され、くるりの町のシンボルとなっています。当チャンネルでも以前城の北側と西側に残る古道を紹介したことがありました。今回取り上げるのは南側、沼田地区の車道脇から伸びる道です。以前からくるり城と書かれた案内板に気づいてはいました。ですが管理放棄気味の様子で奥を覗くといかにも廃道という風情。ちょっと気合を入れなければなさそうだったので、いつかそのうちと思いつつ探索が後回しになっていました。今回イケイケドンドンの隠れ怖いおじさん、野生児さんに丸め込まれて行ってみる決断をしたという次第です。今回の探索、実は意外な結果となりましたので、よかったらどうぞ最後までお付き合いくださいませ。てか、いきなりなんだ？いい雰囲気ですが、路盤が欠けてます。まあ、ここは落ちても大丈夫だけど。だけど、滑りそうだね。滑ったら痛そうだな。あ、この下？ここはそんなことないんじゃないですか？普通に途上路なんじゃないですかね。よいしょ。あ、これ下、本当だ、川っぽいですね。なんだろう、これ。あ、そこ田んぼかなって思ったんだけど、こう見ると、あ、川っていうか、やつというか、なんだろう。まあ今時間3時過ぎですねよいしょ。やっぱりここもね、あの道の端の方が盛り上がって古道の感じですね。よいしょ。あらあら、倒木ですよ。よいしょよいしょ。まあでも、ああ、なんかでもチェーンソーで切った跡あるから最低限の補修はされてるのかな。よっしゃ。飛行機がね、さっきはすごい。え、くるりってこんなに意外と飛行機が近くを。わ、なんかこ、怖いところ来たぞ。ここ怖いんすけど。あ、そうだ。あ、そ、あれさえ掴んでしまえば大丈夫だ。ちょっと怖いんだけど行きます。あ、なんか無事突破ですね。よかったよかった。てかもう戻りたくねえ。うん、ああ、そうですね。でもどうなんだろう、これやっぱ自然地形ですよね。自然でこんな垂直に拾える。うん、ここも微妙に逆バンクでやだな。まあいいや、ちょっと。ただここは落ちても、落ちたら痛いだけだと思います。てか滑るんだけど、ここ。ああ、怖かった。気をつけて、マジで。最悪バタンってバンザイになっちゃって抵抗を抑えるようなパターンで。
いやこれね、見かけよりずっと怖いんですよ。怖い、はいはいはい、やべえな、これ戻りたくないスポットがというか、もう絶対戻れないですよ、この2箇所は。なんか別のルート考えないと、この下、ほんとこの下の沢のところ下っていかないと怖いかもしれない。あれ？なくなった沢が。これ沢じゃないんだ。これ人工地形？このなくなり方はおかしいですよね。そうか、堀ですか。そういうことか。さて、よし、ここまで来ればもう、あれなんかもう登らないんだけど、おかしいな、下り始めましたよ。まだ城まではだいぶあると思うんだけど、何下り走ってんだけど、どういうこと？ずっと下りじゃないよね、さすがにね。せっかく登ったんだからね、あの下りたくないですけど。中で、あのさっきまでの道よりもここの道の方がよっぽど怖いんですけど、僕。あ、なんか道案内が出てきました。くるり城、ぬだ方面、大丈夫だな、間違ってないな。うん、大丈夫なようですね。まさか。いや 0.2 秒ぐらいそれは考えたんですが、それはないだろうという。そのまま見ればそういうふうにも見えなくもないんですが、でも方角的に城こっちですもんね。お、なんか穴だぞ。なんでこんなところにまた穴来るかな。もう参っちゃうな。炭焼き、炭焼き、炭焼き、炭焼きだ。炭焼きだ。うん。さて、だんだんと道が不明瞭になってくるんですが。てか3時か。あんまりうかうかしてられませんね。そうですね、なんかまた下がってきますよ。てかめちゃくちゃ下がっていくんだけど、ただこのまま下がって、あの里に出てくれたらそれはそれでまた安心なんですが、とにかく僕はさっきのあの2箇所を戻りたくはないです。誰が？さっき、あの先なんか落ちそうとかって言ってませんでした？ああ、あっちの、あっちは落ちそうな、落ちそうでいけないと思うんですけど、尾根沿いに行っちゃう、あ、なんかもう一本あったんですか？もう一本あるというか、道じゃなさそう、道があるようなないような。やっぱりここ右に行くのが正しい説、右じゃない、左に行くのが正しい説が有力なようなのですが、私は結局こっち行ったら、ここ、この尾根沿いにここを上がっていくと、あ、そういうことですか、ので思ったんですが、じゃあちょっとそっち 見てみてください。ちょっと待って、それはこの下は、あ、これもこっちのダメだ、道が死んでますよ。
あれ、いや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 、野生人さんがここ行っちゃったんだけど、これはやばいでしょ。これは道じゃありませんからね、完全に。すいません、もう僕は限界です。おかしいなって感じなんですけど、あの尾根に登っちゃうのか。この道全然安心な道じゃなかった。はない、ここただね、直で行けるような気もするんですけどね。あ、こっちうん、でも多分とりあえずこれが道でしょう。つづらで多分道っぽくなってんで、これでいいんだと思うんですよね。よいしょ。怖くない道だ。よかったよかった。っていうか、また通行止めになってんだけど。こっち側から行った方がいいかもしれないです。なんかさっきの道の悪夢が再びみたいな感じなんですけど。まあでも調査の杭があるから大丈夫だと思います。結構直角行な道だな。よいしょ。あ、オッケーオッケー。あ、もうこれ生還確実ですよ。うん。よっしゃ、よっしゃ、出てきた。笹がね、なんか刺さったりすると、笹が刺さる、ダジャレ、笹が刺さるとやばいので気をつけながら最後ここ降りたいと思います。ちょっと待てよ。ね、降りられるっちゃ降りられるんだけど、最適解がよくわからないっていう。ちょっと一旦カメラしまいます。そこもそうですよね。そう、それが僕はちょっと怖かったっす。キリト町すぐじゃないですか。さっきのあそこからなんか100メートルぐらいですね。ということで、なんだか締まらない終わり方になったと思われたかもしれません。ですが、自分は今ではこのルートを歩いたことこそが正しい探索だったのではないかと思っています。いや、負け惜しみではないですよ。帰宅した後、古地図を見返してみたところ、あることに気づきました。おなじみの今昔マップです。左は昭和57年、右は現在の地形図です。
この周囲当時は3本のトンネルが密集していました。そして今回はこんな感じで山の中を迂回しました。現存する沼田第二隧道の東側から山に入り、開削された北側のトンネルの北側に出たというわけです。この間車道を通ると尾根を2本通過しますが、山に登ると今回のようになるというわけです。左の地形図を明治39年のものに切り替えます。トンネルが消えました。というかまだ建設されていません。代わりに尾根を越える破線道が描かれています。そうです、どうやらこれが今回歩いた道だったようです。さらに古い明治初期に作られた迅速速図を見てみましょう。やはり同じ道が描かれています。その一方で崩落していた城に向かう道はどの地形図にも記載されていません。つまり今回の久留里城への途上路だと思っていた道ですが、もちろんその用途もあったのかもしれませんが、基本的には沼田の集落と久留里の中心部を結ぶ生活道路として機能していたのではないでしょうか。なお車道に出る直前に道が不明瞭になりましたが、それはトンネルが建設もしくは改修や改削された際に路盤が削られたからではないかと推測しています。ということで今回は季節して里山に埋もれたプチハイド探索の巻となったようです。という感じで僕の結論としては、あの道は行ってはいけないという感じです。マジで帰れなくなったらどうしようって僕は途中で若干ビビりました。まあ後でこのまままっすぐ行けば久留里城の方まで行くんでね、そのまま終了ですって感じです。ということで今回の動画は以上になります。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。